イラクの2点はアッバスザイルの PK、 そして2点目もアッバスザイルです。さあ小型シュートを打っていった、決まった、5点目入ったばかり。左足の強さを見せつけた古賀、なんかもう貫禄一振りっていう感じですよね。よくも監督の期待に応えました。これは魅力ですね。まあ、記憶も監督もスーパーサブとしてこの古賀の左足は切り札としてこの大会使っていきたいんだと、まあ、大会前から話していましたが、膝から下がね、本当に膝から下のこう柔らかさと言いますかね、はい、強烈です。素晴らしいですね。狭いサイドを抜いていきました。